俺がゲストな感じだね、これ、これ、この回。そうね。まずはちょっと質問をしたいなっていう。司会者がホッシーで、うん、2人が、レギュラー出演者ということ。はい。そうですね。なるほど。タモさん、大学の時は、真剣にやってたんですか？真剣にはやってたけど、はい、やるのは、その、グランド利用時間が、必ず2時間で、はい、始まりから終わりまでが。だから、はいはい、フットボール実際する時間って30分とか。それ短すぎません？ウォームアップとかなんかしてたら、スクリメージするのなんて、たかだか、せいぜいそんなもんでしょ。あれ、コーチとかいたんですか？警報は。いないいない。え、学生主体で。学生がってたらもう、適当に思いついたこととか、QB クラブだとか、ミスター・モンタナとかとかの、あの、なんちゅうの、昔の人らに、いろいろ聞いたり、習ったり、はい、日曜日は河川敷行ってやってるフットボールの人らに話して、こうちょっと教えてくださいとか、なんかそんなのしながら、ただ自分らでやってただけで、一生懸命はやってたけど、今で言う一生懸命ではちょっとない。今ね、コーチとかしてるけど、そういうんじゃない、なくて、全然。ああ。なるほど。そっから、でも、社会人の時に、やっぱり変わったというか、本格的に、うん、教わった、コーチが初めてついたみたいな感じなんですよね。まあ、そうやね。もうちょっとまともな、甲子園ボールとか出てるような人らがいっぱいいるチームで、まあ、習って教わって、で、まあ、体験しながら。もう、でも今の学生でもそうですよね。結構コーチいないとこと、未だに、うん、ね、うん、2部の真ん中ぐらいでも全然自分らでやってるような。あると思います。たくさんあるんでしょうね、そんなとこは。もう、その辺がやっぱりちょっとまだまだなんですね。日本のこうフットボールというか。うん、でね、真剣にやると、結構いいとこまで行けるよってのがみんなあんまり分かってないんかして、あ、一生懸命やる風潮がちょっと消えてきてるのかなっていうね。あ、スタッフもやっぱりこれからちょっと増えるというか。スタッフ？いや、そのコーチとかも、あ、ね、コーチ増えていくというか、いいスタッフがいればまた変わるんでしょうね。まあでも、作戦を教えたい人ばっかりやから、コーチ。あ、そうですね。だから、そういうところまで、その人の力で、この作戦を使うと、試合中このプレーがうまくいくっていう話をするだけなんで、その人の選手としてのクオリティが上がるというわけじゃないコーチばっかりやから。その特化してスキルのことを教えるコーチってあんまりいないですね。ほとんど見たことないですね。ああ。だから、僕、そこには皆さん関心がない時代なんですよ。そうですね。だから、お互い様で教えられる選手も教えてるコーチももうそこには関心がないんで、日本のフットボールは確実に滅びます。ですよね。ええ、僕、アメリカ来て、娘の練習してる横で、個人のあの家庭教師みたいに、はいはいはい、ランニングパーソナルでランニングバックのことを教えてる人とか、あんねん、やっぱいるん で、チーム練習ってやっぱり1時間半とか2時間で終わっちゃうみたいなんで、リーグの規定で、やっぱ個人でバリバリ練習してるが、やっぱそこがびっくりしましたね、高校生ぐらいでも。で、それ絶対、まあ、NCAA の規定とかでね、チーム練習の時間がとか決まってるから、それはまあ、規定があるんだろうけど、日本はまあそれがない代わりに、ビフォーやアフターや言うて、やるけど、結局はセットプレーの練習ばっかりやからね。そうですね。いつも。うまく練習じゃなくて。なんか、時間、いつもと同じでやってるだけですよね。うん、そうそう。でもそれが楽しいから、やるんやろうし、で自分が楽しいからアメフトをやってるんやろうから、まあ、人の勝手やからね、そこは。価値観がどこにあるかやから、まあ、人の勝手やからね。
まあ、おっさんがごちゃごちゃ言うことでもないし、難しいとこですよね。ええ、ただ、目標を定めてしまって、例えば甲子園ボールに勝ちたいとか、ライスボールに勝ちたいっていうような分かりやすい目標を多門コーチに言ってしまうと、じゃあ君はこのレベルだから、こんだけやんなきゃいけないよね。で、その甲子園ボールはやるの？そしたら、10ヶ月後ですと。10ヶ月でこんだけ甘くならなあかんよねっていうことで、練習の内容は決まってくるから、はい、大変よね、みんな。計画通りこうしていく感じですね。それに変えられるハートがいるやん。まずは。で、目標はそんなところにあるから仕方ないよね。そうですよね。日本の学生の頂点に立ちたいとなると、さすがに練習の頂点ぐらいやらなあかんやろうし。そうですね。そこはちょっと別になってるみたいで。で、そんな人ばっかりが作戦を教えに行って、作戦を習いたい人ばっかりだから、アメリカとの差はいつまでたっても埋まらないと。ですね。まあ、アメリカ入って、それがよう分かりました、この5年で。あ、なんかすごい、なんか分かりやすい説明でしたね。なんか真面目な話やったんですけど。すごい、なんか、あ、なるほどっていう感じありますよね。うん、で、今こう、今、なんか、ね、SNS 上で、なんかアメフト、なんだっけ、なんか、ハッシュタグ出てましたよね。なんだっけな。アメフトを盛り上げようじゃなくて、アメフトを止めるなか。出てる。いや、タモさんなんかそういう、こう、アメフトをじゃどうしたらいいかっていうのは、多分みんな、今いるネットの方々とちょっと違うと思うんですよ、考え方が。うん、なんか、あれば教えていただけたら嬉しいんですけど。今、その、タモン式のゴリゴリランニングバック養成所っていうで、まあ、この前から本格的にいろんな選手を教えたりとかっていう、まあ、遊びを、まあ、ギャラはもらいながらしてるけども、それになんでかって言ったら、まあ、もちろん、自分ももう年がいってきて、自分の知ってることとか分かってることみたいなのを後の人に伝えていきたいっていう欲もあるけども、もう一個は、ランプレーが面白いと、ロングパスが通るのと同じぐらい、フットボール若い人も面白く感じるのね、試合で。ランプレーでこう前に進むと。そうすると、そういうフットボールが今全然ないくなってきてるんで、ランプレーをもっと日本のフットボールのランプレーを変えていきたいなっていう、そういうのに賛同してくれる仲間たちと今ね、ずっと活動してて、ランニングバックのクオリティを上げていこうと。もうとにかくランニングバックから練習の質から練習の考え方とか、なんていうのかな、立ち振る舞い、そういうのから、チームを変えていって、フットボールじゃないか、ランプレーをもっともっと、いい日本のランプレーを良くしていこうというこういうあの企画で、まあ僕の場合はそのネットでどやこやとかじゃないねんけど、どっかのチーム行ったりとか、それこそ新庄さんの QB 道場で、星とかもね、やってるやつ、あんなんに参加して、ちょっとでも多くの人に、今まで君らが習ってるランニングバック術っていうのは、ちょっと違うねんで、っていうのを、なんていうの、布教活動。で、まあ、強いチームで、正しいフットボールを、正しい取り組みか。正しいランニングバック、アメリカ人がやってるランニングバック術っていうのを、そのまま日本語で、解説しながらしごいている、うん、そういう活動をしています。あ、すごいなんか芯が通った活動なんですね。ただまあ、 あの広いところでアホみたいな大声で人を罵りたいだけちゃうんかっていうふうによく言われるんですけども、それも大いにございます。でも自分あのね、一緒にね QB 道場内でやってたんですけど、タモさんのもなんかすごい楽しそうに、なんかこうお笑いありながらもやるとこバシって感じでやってる風に見えますよね。あ、そうですか。栄養に見てもらって。いや、でもやっぱ練習楽しくやらなきゃダメだと自分思うんですけど、
なんかみんな真面目なやつ多くないですか、最近。なんかもうアメフトってなっちゃうやつが、ね、真面目やもんね。うん、あのはい、ここじゃあウォームアップで3周走ってきて言うたら、そんなもん普通絶対物陰か一周しか走らへんもんやん。だけどほんまに走ってるやつおるもんね、いっぱい。そう、何考えてんのお前らって、お前3周も走るの待てるかやって言うながらこう。よう走って2周やろ。待たして3周も走んなっていう。まあそういう、なんかちょっとね、自分ももうおっちゃんになってきたんで、このちょっと差が結構ありますね。この学生と自分の差は感じますね。ね、真面目すぎるなっていうね。ね、岡野店長の時代もね、なんかこう、やっぱ遊ぶときめちゃくちゃ遊んでたじゃないですか。はい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 。でもやるときはやりますね。今の子遊ばないですからね、あんまり。あ、そう。おもろくないよね、そういうの。なんなんやろね。真面目やし、面白さがないよね、生活に。あ、酒も飲まない子多いでしょ。あ、とか。だからコンパ行ったりとかさ、例えば。まあ、そういう生活自体もそんななんか、装飾系みたいになってきてるよね、若い子は。うん。だってなんか、一回他のも、あ、これ聞きたかったんですけど、タモンさんに。はい。この、感覚に負けたライスボールあるじゃないですか。はいはい、はい、なんか朝まで飲んでたって噂本当ですか？ね、本当です。1月2日の日に3日試合じゃないですか。2日の日にずっと飲んでたんですか？明日試合何時かって、昼過ぎぞって、よっしゃまだいけろ言って。そんな正月にそんね、東京呼んでじっとしとけよ、方が無理だよ。練習なんかね、試合前練習なんか2、3時間しかあらへんし、あと20時間余ってるやん。それは結構伝説の話聞きましたね。ですかね。ただ、翌日は、二日酔いとか行くまで、ガブ飲みじゃなくて、ちゃんと朝は、東京ドームの、このシズラーで、ちゃんとサラダ食って、試合行ってますよ。インスタグラムのフォローお願いします。チャンネル登録よろしくお願いします。